久保さん。昨日ペイペイでしたね。10万円、僕10万ちょっと買いましたね、買い物。ずっとお気に入りにストックしといて。あの、あ、日曜日だーっつってね。<laughs> 10万円ぐらい。マイクとマイクスタンドとアンプと、あと、なんや。なんかいろいろ買いましたね。いろいろ買いました。新しく。<laughs> もういら、マイクいらねえだろうっていうね。 話なんですけど。まあ、仕事で、僕は使えるんで、まあ、いいかなっていう。結構、ま、あもうでも買う、もうね、あとね、あ,あと買うとしたら、まあの、Windows の、まあ、それは PayPay ペペで、まあデ、出る、出の、直販から買いますけど、まあ、それは PayPay ペペじゃないな。そう。ま、だあと買い、買いたいものがあるとするならば、あの、 デスクトップのパソコンが僕は4年ぐらい使ってるんですよ。で、あの、もうちょっと買いたいなっていう。Windows 11もちょうど出たことだしっていう。だ来年ぐらいですかね。まあそんなに使用頻度は多くないんで、まあ、急ぎじゃないんでいいんですけど。うん。まああの、ノートパソコン40万、あ70万か買ったばっかだから、うん。 まあいいかな、みたいな、うん。まあ、来年、来年はデスクトップだ、ちょっと思ってますけど。ただ、なんだろうな。うーん。まあ、久保さんもそうなんですけど、僕もそうですけど、一応まあ、一般の人よりかはお金稼げると思いますけども、あの、これは絶対得だよねっていうところには貼るっていうね。<laughs> これどう考えても得でしょうと。 うん。まあ、昔ね、こう、億万長者合宿でもちょっと、あの、話題に出しましたけども、なんかその、ペイペイがね、出たばっかしの時って、まあ、一番最初100億円配ったじゃないですか。100億円配ったんですよ。で、100億円は2回ぐらい配ったんですね。で、あのー、当時ね、ファミペイ、今ありますけども、ファミリーマートもペイペイ押してたんですよ。で、その時にアルバイトの人がね、 あのと、今登録すると500円 PayPay ペイペイプレゼントですよ、みたいなね。外でなんかその声かけやってたんですよね。そしたらなんかおじいさんが、何が PayPay ペイペイだよ、ふざけんなよ、みたいなね。そのアルバイトの人にね、あの、なんか怒鳴ってた、みたいなね、うん。そのおじさんは多分一生その PayPay ペイペイの恩恵を受けられないでしょうね。うん だからね、もうありがたいですね。まあ僕ソフトバンクユーザーで、あのー、ずっともうソフトバンクユーザー10年以上なんですね。で、その、まあ、ありがたいですね。日曜日は。ソフトバンクユーザー、もう、うん、問答無用でプラス10%上乗せなんで。うん。まあほとんどが、あの、大体、まあ物によりますけど20%超えですよね。物によったら30%とか。 まあその消費によってそのパーセンテージ変わるんだけど、まあ日曜日はね、ソフトバンクユーザーは本当にいいですね。うん。だからまあ、ソフトバンクやめられないですね。うん。そう。まあこれは本当ありがたいなと思いますね。まあ PayPay ペペのボーナス運用ももうちょっとで10万になりますね。今9万3700円なんで。まあこ年内中にはね、 もしかしたら、10万、あな年内中に多分10万になるな。10万になりますね。全部その、買い物して、僕はあの、自動追加してるんですけど。そう。だからまあ、ペイペイ運用も、あの、額が増えてきたんで、ちょっと、まあ、増える、増えるお金もちょっと増え、多いんですよ。ペイペイ運用、ちょっと50万ぐらいで運用したらどうなのかな、みたいな。うーん。 ま、30万かな。まあ、1年で、ま、買い物がね、その、今年まあまあペイペイって買い物したんですけど、来年は買い物なくなるんじゃないかなと思うんで、どうなんだろうな。追加ボーナス、まあ、ボーナス運用でしかやってないんで、僕は。うん。1年で10万。あ、でも6か、六今年の6月ぐらいから運用してるので、1年じゃないか。4ヶ月と、6、あ、 4ヶ月という ?5 ヶ月ぐらいか。五か今11月ですもんね。うん。まあ、6、5ヶ月で10万か。戻りが。うん。すごいっすね。<laughs> うん。すごいな。まあ、僕は、あの、還元率が高い時しか買わないですからね。もう絶対に。うーん。そう。だからまあ、お金、 お,稼お金を稼ぐし、お金を稼ぐし、なおかつ、お金にシビアだし、貼るところ貼るっていう。貼るところは、使うところは使うっていう。なんかこの、見極めですよね。だってどうせ買うんだったら、僕も最近なんか思うことが、やっぱ安い商品も買うんですけども、これだっていうものは、もうね、高いものをやっぱ買,買いますね。これだっていうもの要は、ロングで使う。 あこれはまあロングで使うよねと。ここの部分はロングで使うよねっていう部分は高いのか結構張りますね。だけど、いや、ここは安くてもいいなっていうやつは安くいいですし、そのやっぱね、結構見極めがだいぶできるようになりました。見極めが。でそれはやっぱたくさんお金を使うようになったからっていうのもありますね。その場数増えたんで。だいろんなものを買うことによって、 それが分かってきたっていう。久保さんもいろんな買い物することによって多分分かってきたんじゃないですかね。うん、見極めみたいな。うん、僕も、あの、いろんな買い物して、やっぱ高い方が割かし外れないんでこの、このマイクも、まあ、定価4万ぐらいするんですけど、これ外れじゃなかったですね。うん、良かった。これずっと多分使うんで、多分、 5年、10年。まあ、壊れるまで使うんで。まあ、4万、4万円ぐらいだったとしても、まあ、10年使ったら1ヶ月いくらですかって話なんで。まあ、壊れなきゃね。ずっと使うんで、多分これ。うん。だからまあ、なんなんですかね。あの、お金いっぱい使ってみたらどうすか <laughs>。でも、いっぱい使うためにはいっぱい稼がないといけないんですけどね。 だめダメなのが稼げてないのに使うっていうね。最悪パターンですよね。稼げてないのにいっぱい使っちゃうっていう <laughs>。こう、ローン、あの、あの、地獄行きですね。行ってらっしゃい。